でちょっとまず一発目に聞きたいのが、まあ推定年俸、何々選手、いくらアップ何億円とか出るじゃないですか。はいはい出るね毎年。うんあれって合ってるんですか。推定年俸ね、あれはほぼほぼ合ってる。おお合ってんだ。ほぼほぼね合ってる。 細かいところまでは合ってない選手もおるよねただほぼほぼ合ってるうん合ってるの推定年俸っていうのは契約更改が終わると記者会見場が用意されててそこで記者さんに伝えんねん言うのね それは記者会見場で記者さんからどうでしたかみたいな質問があんねんまずサインしましたかとかっていう話がまず最初ねウォーミングアップみたいな会話があんねん当たり障りのないはいサインしましたとかっていうのがあってその後に年俸はみたいなすごく申し訳なさそうにねすごい探ってくるような感じでね。 でそこでどのくらいい上ががりましたっていう会話があん僕もね若い時でまだ年俸がすごく低かった時、うん、だから1,000万円いかないぐらいの時ってもう10万上がりましたとか、うん、20万上がりましたとか、うん、そんな感じでもうズバッと金額答えてたんやけど、うん、それ以上のお金になるとちょっとなんか。 言いづらいというかさ、かになんかいやいやなんか自分のねうん、うん、給料をズバって人に言うのってさ、うん、うそうだよね,ね普通そうだよねだからあのー。 例えばやけど、うん、高級車1台分上がりましたとか、うん、よく聞くね,ねそうそうそう、うん、あの軽自動車1台分ですとかさうん,、うん、なんかそんな感じで会話すんねんか車ってさ、うん、なんかこうイメージつきやすいのかなって思うからさうん、うん、まあそんな感じで、うん、それそこそこ誤差あるけどね車 <laughs> <laughs> <でも笑> そう<う>ただねあのー、推定年俸って出るやつは、うん、もうほぼほぼ合ってるあほんま、うん、ほぼほぼ合ってる選手が多いすごいね、うん、中にはかけ離れて違う選手とかも、うん、おったりすんねん、うん、ただそのケースはレア大体<う>、うん、合ってるんだ大体合ってるへえ<ー>、うん、細かいねその 何千何百何十万円とかっていうの、うん、何百何十万円っていうのは少しぐらいはずれてる可能性っていうのはあるんやけど、うん、もう大ざっぱな。数百万ぐらいの誤差はあるって感じじゃん。うん ああるる選手はよね金額そう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 。ななるほどじゃあ合ってんだ大体ねえじゃあさ実際にさ球団に呼ばれるわけでしょはいで面談というかさ成績のさ査定のさあれを言われて話し合いがあるわけじゃん話し合い交渉がねそれはさ実際どんな感じでやるのあれはねまずその例えば僕やったら何月何日の何時空いてる っていうに聞かれれるのね最初そん査定担当の方やったかなそんな感じで聞かれんねんで「あ大丈夫ですよ」ってまず日程の調整からやね日程の調整から始まってその日のその時間になったら大体の球団は球団事務所とかになるんやけどその球団事務所行くやん。で言われた時間になったら応接室じゃないけどなんかそういう部屋に 招待されるというか「入っていいよ」って言われてで入るとそう査定の方だったりあとは GM だったりフロントの方やねが3人ぐらい大体ね3人とか4人とかの方が座ってらっしゃるその部屋に僕らも入っていってで座ってそこからスタート契約更改がスタートすんねんけどそこでまず最初言われるのはそのシーズンすごく頑張ってたなって。 っていう選手はあの今年一年間すごく頑張ってくれたねみたいなうんすごく助かったよとかっていう会話がある逆にあかんかったシーズンっていうのは今年はちょっとダメだったねみたいなちょっとダメだしみたいなうんそういう感じから会話がスタートするうんなるほどなるほあまず球団側が思ってることを伝えてくれるって感じそうそうそうそしてまあ今シーズンどうだったみたいな感じからスタート こっちとしては契約更改でも言ってるからさドキドキなわけよ来年いくら何年とか上がるのかな下がるのかなとかめめちちゃゃ重要なその前に軽くウォーミングアップの会話っていうのをまずイブレク的なののがあるねその雰囲気を見てえどんくらい上がるのとか上がる年やったら自分が上がるって思ってる年やったらえこれ結構期待できんちゃうんとかさ下がる年やったらあれ 思った以上にれるのかな<ー>みたいなまずそこでねドキドキしながらあんねんいろいろ雰囲気読んでそうそうそう<ー>でまあそういう会話が一通り終わった後に、うんえー、じゃあ、うん、来シーズンの年俸はこれで、うん、っていう感じで提示をされる そうそうそうで金額をパッて見てでまあ大体どの選手も予想すんねん予想して望んでるよね予想して望むんやけどそうそうそう自分の今年の成績でいうと来年どのくらいなんのかなって大体予想するんやけど予想の仕方っていうのが過去の選手を調べる過去に自分と同じような成績でどのくらい上がってんのかなとか。 どのくらい下がってんのか。で、これは12球団全部の選手を調べたりする。事例を。事例をね。調べて。あ、このくらいかっていう大体予想を立てる。で、提示された金額と自分の予想が。大体合ってる時って。パって見て。うん、そうだよな。っていう感じで、その数字を見るんやけど。想定内。っそうそうそう。ちょっとでも、その金額と違った時、自分の予想と違った時には。あの。 10秒ぐらいフリーズする <laughs> <laughs> パッて数字見て、うん、こう「な <laughs> るよな <laughs> そうやな親 <laughs> ってなるもんなそうでなんか「うん、大丈夫」とかっていう声をかけてくださるんやけど、うん、もうそれでもちょっとこううんうっす <laughs> 空気漏れてるよまあダウンの時が多いよね多分それはそうそれはダウンの時僕はアップの時にそういう状況になったことはないからね予想よりもダウンしちゃった時は空気漏れちゃうただ自分がアップ予想で球団の提示もアップやったけど予想以上にアップ額が少なかった選手もそうなるらしいもっといけんじゃうかと思っててこんな評価してくれへんのみたいなことでやっぱフリーズするらしい空気出ちゃうんね 僕の知ってる中で最大1時間ぐらいフリーズしたっていう選手も僕はほんま聞いたことあんねん,ん,ん,ねんマジかったみたみいな、うん、えそれさその定時額出されるわけやんか、うん、その定時額を決めるためにさ、うん、そのいろいろ査定をされてるわけでしょ、うん、それってさどういう仕組みになってるのそれはねあの資料、うん を見せていただけけるんやどその資料っていうのがそのシーズン自分が出場した試合のんか細かい数字が書いてあって成績ねでこれはこうでこれはこうでみたいなのがポイントっていうんかな数字とかでんかこう全部細かく査定をしていただいてる。 えじゃあそのエラーが何個でとかさ、うん、ヒットが何本でとかだからまあ最初に今シーズン打率がこれで、うん、まあヒットがこれで打点がこうでとかっていう感じのまず説明があって,てあとは細かくはもう全試合こうパーティー目を通すみたいな。 じゃあ全試合の全打席全プレーの例えばその成績が数字として出ててそれをちゃんと強化制度っていうかに当てはめて算出してくれてるのじゃめちゃめちゃ細かくルールというか精度は確立されてるんだねそうそうそうまあこれ各球団ねその査定の仕方っていうのはルールはねルールはね違うと思うんやけどほんまに細かく見ていただいてるよねすごいねねそれはただやっぱ 自分が出場した試試合合僕ぐらいやったらさ100試合以上出たシーズンっていうのは僕はないからねマックスで97試合とかそのくらいやからまあ目を通すことはできるんやけどそんなもう97試合分全試合バーッて自分で思い出しながらっていうのはなかなかさ現実的じゃないというかその時間内でねだから契約更改行く前に自分のアピールしたい試合って ってていいうのを大体思い出しておくねでそれも調べて何月何日の、うんえー、この試合やっていうのを大体ね自分で用意して、うんうん、でその試合を重点的に見る、うん、あああの試合のこのプレーってどうなってますか、うん、どういう評価してくださってますかみたいなそうそう,そ,う<ー>そんな感じで、まあ、会話しながらポイントポイントで質問したりしていくんだ、うん、でこれはこうでこれはこうでって本当に細かく<ー>、うん、その資料を見ながら説明していただいたりね へそうなんやうだからその提示された金額が自分の予想よりも低かった時やねだから上がり幅がちっちゃかった時と下がり幅が大きかった時っていうのはその金額を見てここはどうなってますかってっ必死に、うん、確かにアピールするよね,そうね、うん、だからこれはちゃんとこれ評価してるよとかこれはまあこうやったけどこのくらいその なな、んていうかな査定としてはマイナスだよとか自分の評価とちょっと違った時だねうん金額がね逆に自分の評価、ね、自己評価と、うん、球団の提示された金額が一緒やった時、うん、っていうのも正直何も言うことないからね。ま、うん、<laughs> まあまあそうだ <laughs> そうか。そ,うまあその交渉の場で納得感をちゃんとこう出せるかどうかってことだよね、うん。そうそうそう。ただにやっぱこうみんな選手書くね、やっぱ演技は一つは入れてる選手は多い。どういうこと。でぱって金額提示されて、<laughs> うん、自分の評価、で自分の予想した金額と。同じ金額やったとするやん、はい、球団の提示が。ドンピシャやったと。ドンピシャやったと。まあこんなもんやなもやそうだから 心の中ではよっしゃと思うねん,うん、うん、で,でみんな自己評価ってさ自分の評価ってちょっと高くしがちやんだって多くもらいたいんやもんお金はね、うん、でドンピシャやった時も心の中ではよっしゃって思うねん、うん、ただ一つ、うん、見たいすぐには首を縦に当たらないよとそう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 てうそう見てそうそうそうそ なってね。なるんやけど、表情は、一回曇らせなきゃなって、なんかあるって言われて、いや、何もないっす、早いな、なんかさ、めちゃめちゃごねるって言ったらあれやけど、例えば保留する選手とかもいるじゃないですか、なんかそういう経験ってないんですか、僕はないね、一回ももない。う僕は今言ったように、ちょっと一発演技入れて。 ってて、言われなんかあるって言われてあす。ですって言ってもすぐパンパ押すもんな。今後のお付き合いのほうが大丈夫なあんまこいつややこしいなと思われてもだからねほんま今言ったように中にはね時間っていうのが各選手決められてんねん交渉時間というかね大体やけどこの時間で終わってくれっていうのはないんやけど次の選手ずっと待ってるからねだからその時間になっても出てこない選手もやっぱおるよねなるほどなかなか出てけえへんなみたいなのもある。 後の選手はずっと時間が押していくっていうね。な,なるほど。<laughs> こともある。実際ね。<ー>うん。へえ。そうなんだ。まあ、でも、大事なことですもんね。大事なこと。一年間頑張ってきたことの自分のね。そう。うん。うん。そうや、うんうん、ね。で、あの、最後になるんやけど。うん、あの、会見でさ、よくクラッカーとかパン。はい、はい。やったりする選手。見たことあるよ。見たことあるやん。うん、あれって、誰が用意すると思う。 いや、や記記者者ささんん、んんゃううのそ用意するだからだいたい金額すごいアップしそうやなって選手の時に記者さん用意してくださってパンって写真撮って今年やったら村上選手のやるやんあれ僕1回やったことあんねんクラッカー鳴らしたことあんねん記者会見でそうありがとうございますってパンって鳴らしてあんねんえじゃあめちゃめちゃ大幅アップしたってこと上がったお 120万円。いや、おかしいやろ。ちゃう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 。うううそ,うそういうの大体大台やね。あのね、<laughs> 大台の時にあるやつね。<laughs> ドン・キホーテで買って、<う>自分で自分、ね、持ち込んで。いや 自分で買ってた？自分やってみたいなと思って。そうやってみたいなと思って、今年はアップするなって100万円ぐらいアップするなっていう時に、まあドンキホーテで自分で買って用意して、パンって鳴らした。その時記者さんたちどんな反応してる？もう冷ややかやった。やめやめた。もうやめた高校でやめとこあ、そうか。うんということで、まあいかがでしょうか。はい、大丈夫、ですありがとうございます。はい、ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。はい。